こんにちは、Fスターの丸山です。今回見てまいりました。ずっと楽しみにしてた、作品ですね。哀れなる者たち見てまいりました。こちらのネタバレありレビューですね。こちらやっていこうと思います。いやー、とんでもなかったっすね。えげつない、劇薬的な作品でございましたね。あんなポスター、あんなおしゃれなポスターしといて、こんな話になるかとね、マジでびっくりした作品でございましたね。はい。今作特に、その人の経験によってね、どう見えるかっていうのが、かなり変わる作品だと思いますんで、コメントをね、コメント欄の方で、お待ちしてますという感じです。今回ね、撮影が本当に独特だったんで、その話をしたりとか、まあ見た目に関する部分を最初にちょっと話しまして、で、後半の方に、まあどう思ったかっていうところを話せればいいかなという感じの構成でございます。それじゃあやっていきましょう。まずね、画面の話したいんですけど、いやーとんでもない、かなり浮世離れしたね映像になってましたね。かなり偶話的というか、まあ大人のおとぎ話みたいな、感じの、内容でしたので、そこをねどう見せるかっていうところで、セットもとんでもなく作り込まれてたし、作り込まれてたっていうか古臭い感じにすごい振ってましたよね。今作予告見た段階でやっぱりよぎるのがフランケンシュタインの怪物、っていうのがね、まあ皆さんもあったと思うんですけど、モノクロの映画の、時代を踏襲したような画面の、作り方になってたなと。作り方というか、まあ背景の部分ですね、特に、かなりかき割り的というかマットアートっぽいっていうかね、かなり嘘くさい背景になってたなと、意図的になってたなと思いましたね。はい、そこも面白いポイントだったし、衣装もすごかったっすね。肩がボコってしてる服ねビクトリア期らしいんですけど、イギリスが舞台というところで、その実際あった当時の服装をよりね現代的にちょっとアップデートして、でさらにファンタジックな、要素をねかなり足してあるような衣装になってましたね。はい、特にあのエマストーン周りの衣装というところ、これが本当に見てて超楽しいポイントでしたね。中盤以降の色使いっていうところもかなり良かったしね、計算されて配置された色使いになってましたね。衣装セット含めてっていうところですね。前作の、女王陛下のお気に入りも、あれもねセットっていうか美術と衣装すごかったんですけど、それを余裕で超えてきたというか、まああれはね結構現実に沿ったような衣装だったと思うんですけど、今回はもう完全に創作っていう感じでね、いやーとても良かったんじゃないかなと思います。そしてね、やっぱヨルゴス・ランティモスといえば、やっぱ広角レンズの使い方っていうところなんですけど、まあ前作ぐらいからかな、はい、広角っていうかもはや魚眼ですね。昔の美術セット衣装なのに広角、魚眼レンズが使われてるっていう、この、ミスマッチの面白さっていうところが、前作からあって、これが見てて超面白いんですけど、レンズ選びがちょっと現代的というか、でもカメラワーク自体は結構ね、古臭いというか、かなり古典的、もうマジで超古典的な、カメラワークだなと思って見てましたね。はい、今回も今時っぽいカメラワークじゃないんだけど広角っていうね、いろんなところでミスマッチを生んでヨルゴス・ランティモスらしさにしてる撮影方法、これが面白くて、で今回も広角レンズめちゃめちゃ使ってまして、序盤のとことかねかなり印象的だったなと思いますね。ベラの心情をこう表してるような撮影方法になってたなと思いますし、で今作がねもう一個また面白いレンズを使ってまして、ヘリオスっていうね、オールドレンズを使ってましたね。明らかに、すいません、本当ね撮影興味ない人マジでどうでもいいと思うんですけど、これ僕的に結構面白かったポイントなんで、ちょっと本当すいません、いや話すんですけどまあヘリオスはまあ70年代ぐらいかな、はい、結構、50年近く前のレンズになってまして、独特なボケ感が出るレンズなんですよ。ピントの合ってない部分がね、このぐるぐる円のようになってるボケるレンズっていうね、かなり特徴を持った癖があるレンズなんですけど、まあ、特に森のシーンで、よく使われてましたね。今回背景だけぐるぐるしてて人物はくっきり写ってるっていうね、この特徴を生かしてかなり浮世離れしたような絵になっているというね、演出として増幅されてたなと思いました。最近っていうか、まあ、ここ5年ぐらいの話なんですけど、カメラのね、性能が上がってきたことによって、昔のねオールドレンズっていうものがかなり手軽にね、
使えるようになってきたっていう流れが、業界的にはありまして、カメラ業界的にはね、オールドレンズっていうものがね、かなりね見直されてきたんですよ。でしかも安いんですよね、オールドレンズっていうのが。今作で使ってたであろうヘリオスのね、多分 55mm のレンズなんですけど、これね、この中古市場で1万円から2万円ぐらいで買えるようなめちゃくちゃ安いレンズなんですよね。はい、これを映画で使ってるっていうのは、うわそうきたかっていうね。撮影方法がここ最近変わってきて、オールドレンズもう10年前とかは全然全く価値がない、フィルムカメラでしか使えないと思われてたようなレンズが、こう今になってね映画で使われるようになってるっていうのはかなり面白いポイントだったなと思います。この前ネットフリックスで配信されたバベルムーン、レベルムーンだっけな、レベルムーンかな、あの、ザックスナイダーの新作がネットフリックスで出てたんですけど、その映画でもねヘリオスのレンズ使われてましてね、あ普通に映画で使うんだっていうのがあって今作でがっつり使われてたんで、うわ面白いなと、撮り方の多様性みたいなものがめちゃくちゃ広がってきたな最近っていうねのがあって、で去年あのクリエイターもあったしね、クリエイター FX3 っていうその50万円ぐらいの普通に量販店で売ってるようなカメラで映画を撮ってたんでね、っていうのがあって、本当にいろんな撮り方があってめちゃくちゃ今映画面白いなって、改めて思いましたね。はい、っていうところですね。かなりそうだ、撮影が本当に今回面白かったっていうところでございましたね。でまああとやっぱりこの今作は画面の、まあ、色使いもうかなり演出というか内容にとても関わってきてたなっていうのがありましたね。モノクロもあったり、まあ、色がすごいゴージャスでね、いろんな色が使われてるシーンもあったりしたし、カラーなんだけども色をめちゃめちゃ絞って撮ってるシーンもあったりしてね、この画面的な面白さと演出っていうところがめちゃめちゃ直結しててね、あこれすげえ本当にとんでもない監督だなと思いました。まあそんなところかな、ネタバレなしというかあんまりネタバレに関わらないところでいくとそんなところかなと思います。はい、じゃあここからもうちょっと突っ込んでね、話に関わる感じの、内容になってきますんで、見てない人はちょっと気をつけてください。こんな感じのね、かなりおしゃれなチラシだったんで、なんだここまでえぐいというか、こんな話、こんな内容だとね、全く思わなかったっすね。びっくりしました。なるほど、18禁だわって感じでしたね。確かにこれね、ポスターよく見たら確かになって感じですね。ここのあたりとかね。やっぱね、まずエマストーンすごすぎるなっていうところですね。まず、普通にね、あの、ベラが、まあ、赤ちゃんの状態から、こう、最終的なところの、あの、超大人な、かなりロジカルな、女性になってるっていう、この演技の分け方がまずとんでもないんですけど、それに加えてかなり体も張りまくってるというね、すごかったですね。はい、これは主演女優賞取ってほしいですけど、あのさっきも言いましたけど大人の、おとぎ話というかね、まあ、色使いも含めて、まあ、そう思わざるを得ないかなと思いましたね。旅をしてこう最終的に戻ってくるってところもちょっとなんかピノキオをちょっと思わせるような、ところもあったりとか、しましたね。でまあいつも通り変なダンスもあったりねしましたし、はい、あのなかなり謎の浮いてるダンスね、はい、まあ、浮いてていいんですよね。自分らしさの表現があの変なダンスに出てるっていう感じがしてね、良かったですし、まあ、さっきもちょっと触れましたけど、あの色使い、色の付け方の演出っていうところがかなり徹底されてたなと。最初はねモノクロになってて広角だったり魚眼のレンズをかなり使ってましたよねっていうところで、まあ、広角のレンズってね空間が広く見えるじゃないですか。なんですけど、あそこの家の中で、あの空間の中で広角を使うと、この、より閉じ込められて見えるっていうかね、うん、あの、前作の女王陛下のお気に入りもかなり広角のレンズ使ってたんですけど、まあ、それと同じようなね、使い方ですよね。あそこもなんか、女王に飼われてるように見える。ですよね、みんな。でそういう意図があったのかなと思ったんですけど、今作も、その博士ゴッドにベラが飼われてるように見えるんですよね、あそこの家の中のところとか、はい、そういう感じでまたね、同じような使われ方がしてて、うん、分かりやすかったと思うし、家を出てね旅に出ますよね、あのマーク・ラファローと一緒にベラがね、はい、そうなるとカラーになるというね、あの切り替わりの瞬間めちゃくちゃ笑っちゃいましたけど
文字通り色を知るっていうね感じになってましたね。はい、彼女のベラの世界がポジティブに広がっていくにつれてこの色が増えていくという感じになってましたね。リスボンのその街を歩いてるシーンとかめちゃめちゃ色が多いし、ピークはリスボンで、まあ、色が多いと。でその後船の中に行くと、まあ、ちょっと抑えられてきてるって感じでしたね。貧困でもう死にかけてる人たちがねいっぱい映ってくる、シーンがあったんですけど、あの辺りからかなり色が減っていくと、はい、本当にあのマッドマックス異界のデスロードバリーね、ほぼ茶色、全部茶色みたいな感じの色味になってましたね。でそのパリの外を歩いてるシーンなんてほぼ白黒ですよね。雪景色で、服もみんな黒いみたいな感じになってて、ベラの心情によって色の多さ、色のカラフルさが変わってくるっていうね、色のコントロールがめちゃめちゃ面白くて、ラストのねあの庭のシーンとか、そこまで抑えられてた色があの庭でかなりこうバッと色味がめちゃめちゃ戻ってくるっていうね、そこのコントロールが面白いポイントでありましたね。1個何回もやってたね、良識ある社会ですね。あそこ良識ある社会っていうもののねうさんくささみたいなもの、ブラックコメディとしてね昇華してたなと思いましたね。でそのベラがねこのなんだろう、この無垢純粋であるがゆえに貧困で苦しんでる人たちにお金をねあげようとしたいね、そういうところを見るとなんかその僕たちが日常生きてる中で、若干なんか腑に落ちないなと思いながらも見なかったことにしておこうという、目をつぶってたものにガンガン突っ込んでくんですよねベラが。だからそこがかなり痛快に見える。ベラが全然ね恥を持って生きてないんですよね。本当に自信満々というか、自分これが自分だからって感じ。誰かになりきる必要はないし、うん、本当月並みな感想になっちゃうんですけど、勇気をもらえるんですよね本当に。うん、あこれでいいのかもしれない、僕自分はこれでいいのかもしれない、まあ、僕だと例えば、まあ、結構人前で、うん、なんか対面で人と話すの結構苦手なんですよね、はい、だから一人で撮ってるっていうのはあるんですけど、人より考えるのが、考える物事を考えるスピードが若干遅いなって思ったりするんですけど、なんかそれでもいいのかなと、まあ、このままでもいいのかなっていうね、なんか月並みにですけどそういうね感想を持ちましたね、はい、フェミニズムを超えた人間参加の、作品になってたなと思いましたね。でラストの部分も僕的にはかなり納得できたなと思ってて、さっきも言いましたけどこの色が一回なくなってここ最後に戻ってくるっていうのと、まあ、ベラの理想の世界があそこにできたんじゃないかなというところですね。あのフランスで会った女の人もいて、で博士の助手もいて、2人目のね脳を変えられた女の子もいたりとか、豚の頭の鳥とか博士が作ったその、キメラ的な動物もいっぱいいたりして、まさにその多様性を表したような庭になってるというので、ベラが最終的に冒険というか旅をして、学んで帰ってきて理想郷をこう最後作って終わったっていう感じが僕の中であって、かなり納得できるラストだったなと、僕は思いましたね。でそれはヨルゴス・ランティモスのこの理想を最後掲げて終わったのかなと思いました。やっぱ将軍がね有害な男性性の象徴をこう家畜以下みたいな感じで扱ってたりとか、そういう感じもあったり、どんな人もどんなものも認め合える、ような世界になって終わるというね、これまた綺麗な終わり方だったんじゃないかなと思いましたね。うん、これはとてつもないんじゃないかなと思ってます。はい、今年、初めて映画館行きましたけど、あーこれ最初で良かったなと思いましたね。そんな感じですね。皆さんの感想もぜひぜひコメントの方で教えてください。よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。各種サブスクにて、デモ音源も配信してますんで、よかったらね概要欄の方から見てみてください。それじゃあまた。